おはようございます。中泊です。今回は4月17日日曜日の、背中のトレーニングの動画をアップしていこうと思います。よろしくお願いします。はい。3月から減量スタートして1ヶ月ちょいになって、4月はゆっくりスムーズに落ちていった感じでしたね。これは私の朝と昼の食事です。右側がトレーニング後の食事になります。で、これは、子どもたちの朝の弁当です。で、今日は、日曜日ってことで、アルバイトを行って帰ってきて、朝ごはんを食べて、ちょっと家事を済ませて、だいたい2時間後ぐらいかな、クバジムへ行きました。はい。で、トレーニング前に自転車のマシンを10分、ストレッチをだいたい5分かな。やって体をほぐして、はい、トレーニングスタートです。1種目目はデッドリフトをやりました。で、最近ずっとアンダーグリップでやるようにしていますね。はい。特に理由はないんですが、なるべく広背筋全体に、効かすようにする目的でやってるつもりですね。はい。で、この種目のこだわりといいますか、私の考え、個人的な考えなんですが、60キロも140キロもマックスの150キロも、イメージとしてはバーベルローを、するイメージでやってるんですね。そうなので、重い重量では、バーベルローはもちろんできないんだけど、頭の中では腕を背中に向けて引くこの動作をやっているんですね。はい、そういう感じでやりました。で、今日は、チンニングと交互にっていうのはやらずに、1種目ずつやりました。会員さんが数人いたので、独占できないんですね。はい。なので、1種目ずつやりました。はい。次の種目はチンニングをやりました。はい、で、まあ今回はこのチンニングは、収縮メインでやりました。で、私はチンニングは収縮メインでやったり、ストレッチを意識するやり方をやったり、まあ、その日の気分で変えるようにしています。今回は、動画は2セットだけかな、しか撮ってないんですが、まあ、チンニングは4セットやりました。次の種目はアブローラーをやりました。で、アブローラーでちょっと変えたことがあるので伝えますね。はい、前のやり方はまず思いっきり息を吸ってお腹に、空気を入れて膨らませて腹圧を高めてやってたんですが、今は、息を半分くらいかな。吸ってなるべくお腹を膨らませないように、まあ、ウエストを細く保つイメージで固めてやるようにしています。まあ、でも、これもちょっと腰の負担が、まあ、多少大きくなると思うので、まあ、そこは気をつけながらやるようにしています。そして次の種目はケーブルローをやりました。で、今回このケーブルローも収縮重視で行いました。まあ見てわかると思うんですが、手を、あまり伸ばさないようにしていますよね。はい。まあでも、広背筋のストレッチは感じるようにしてるんですね。はい、なので肘と広背筋を意識して収縮とストレッチを、まあ、一応感じながら行うようにしています。で、グリップはですね、私は、サムアラウンドでやっているんですね。まあ、グリップに関しては、まあ、私はですけど別に、サムレスでもサムアラウンドでも、まあ、どっちでもいいんじゃないかなと思うんですね。まあ、そのやってる本人がやりやすいグリップで、まあ、いいんじゃないかなと思ってますね。はい、ただ、パワーグリップは絶対つけるようにしています。はい、でパワーグリップをつけることで、まあ、やっぱり、意識を広背筋に向けやすくなると思うんですね。はい、なので、まあ、広背筋のトレーニングではほぼ全種目と言っていいんじゃないかな。パワーグリップはつけるようにしています。はい、で、あと、肩も、まあ、下げるように、肩を下げること。これも常に意識するようにしています。ケーブルローも4セットやりました。次の種目は、ラットプルをやりました。ラットプルは、ここ最近ずっとパラレルのアタッチメントを、使っていますね。はい。パラレルグリップの方が、二頭筋の関与も少なくなるし、一番力が出やすいっていうことで、やっていますね。はい。で、あと、例えば収縮を意識する目的ならオーバーグリップであったり、あとストレッチをより、感じたいならアンダーグリップでやったりと、グリップを変えるようにするといいと思うんですが、私はアンダーグリップはですね、ちょっと、ストレッチしてる時に手首が痛くなるので、今はやってませんね。はい。昔はやってたんですが、はい、今はやってません。で、このラットプルダウンも、1セットしか映せませんでしたが、4セットやりました。次の種目は、ワンハンドのダンベルローをやりました。で、このワンハンドダンベルローは、この時はですね、重力に対して、垂直に、ラインを引いて、上下このラインに沿って縦の動きですか、上下でやるようにしてたんですが、今はちょっと変えてるんですね。はい。例えば右腕でダンベルを持ってるなるなら、左足ですね。左足から右の広背筋にラインを引いて、そのラインに沿って引くイメージを、しています。はい、斜めに なるんですかね。はい。まあでもこれはちょっと正解というわけではなく、まあ、試しているっていう感じですね。はい。また、次は変えるかもしれません。はい。まあ、いろいろ変えてですね、自分に合ったやり方を見つけていくっていうのも、まあ、トレーニングの面白いところじゃないかなと思っています。最後にポージングをとってみました。まあライトの関係でよく見えたり、まあ、悪く見えたりしますが、まあそういう感じで、やりました。ただですね、肩を私痛めているので、ラットスプレッドがちょっと痛いんですよね。はい。それでちょっとどうにか、まあ、大会までに治ってくれればまあいいんですけどね。はい。まあそういう感じでやっています。次はサプリメントのご紹介です。この、ペコちゃんシリーズ、いちごミルキー風味は、トレーニング後に飲んでいますね。画像には映ってないんですけど、これにグルタミンを 5g ぐらいかな入れてます。そして、これは EA とリアファイバー。これは夕方に飲んでいるサプリメントです。これに、グルタミンを加える組み合わせは朝起きてすぐと、寝る前のサプリメントになります。そしてウェイトダウンとリアファイバー。この組み合わせは、まあ、この時は夕方に飲んでたサプリメントなんですが、ウェイトダウンはもう飲み切ってしまったので、今はさっき言った、リアファイバーと EAA の組み合わせになっています。まあでもこのウェイトダウンのプロテインは、まあ、味も美味しくてですね。で、そういうプロテインなので、まあ、時間をかけてゆっくり消化されるので、まあ、腹持ちもいいし、減量にはとてもいいサプリメントだと思います。そして今日は日曜日なので、週に一度の握り寿司ということで、はい、これ、私が自分で握って作りました。子供たちに喜んでもらいたくてですね、週に一度、日曜日の夜のご飯に、はい、毎週、作っています。今回は背中のトレーニングと、減量を開始して1ヶ月ちょいの、体、ポージングをアップしてみました。また、他の部位のトレーニングやトレーニングで変えたこと、あと気づきだったり、体の変化だったり、皆様の、プラスになるようなことが少しでもあれば、嬉しいです。今回もご視聴くださってありがとうございます。またよろしくお願いします。